ドナウ川に架か,かるエルジェベト橋、煙に消えた男は、ペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第2作。翻訳の原書は、常温テイト役、ゴランツ社の英語版、ザマンフーエントアップインスモーク。2016年3月に、柳沢由美子による、新役、怪大により、9代、煙に消えた男から、怪大となりかどうかは、 門川文庫から刊行された。1966年8月、夏の休暇初日を群島で過ごしていたマルティン・ベックは、上司のハンマルから緊急の呼び出しを受けた。ハンマルの元に出頭すると外務省に行き、外務大臣の側近という人物の話を聞くように指示された。その人物の話によると、ある大手の週刊誌専属のジャーナリストの アルフ・マトソンが取材先のブダペストで行方不明になっているので探してほしいという依頼であった。スウェーデン人がハンガリーで行方不明となるという事例はラウル・ワレンバーグの件を想起させ国際問題に発展するような事態にはしたくないという配慮があった。ベックはまず国内でマトソンの身辺調査を行うが失踪の要因となるようなものは見つからなかった。 ブダペストに渡り、マトソンが宿泊していたホテルを拠点に捜索を始める。ベックには彼に付きまとう影があった。ストックホルムで、マトソンについて、情報収集をするコルベリから、マトソンが交際している、ハンガリー人女性の名を知らされたベックは探して、会いに行くが、その女性からは、マトソンという人物は知らないと言われてしまう。マトソンの足取りを追い続けるベックであったが、 ある暑い晩散歩に出た時に何者かに襲われた。ありがとうございます。